はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、ゼロ濡れガラスの巫女続きをプレイしていきたいと思います。はい、ですね、前回がですね、一応エンディングは出したんですけども、それぞれのエンディング、ユーリとレンとミユですねのエンディングが、分岐になってたみたいで、今ちょっと攻略を見て言ってるんですけども、なんだ、ユーリか。ユーリが、僕多分水中でラスボスを見とったと思うんですけど、何ですかね、水の外、水上か、水上で見とるとまた別のエンディングが見られるらしいです。で、北条蓮ですね。で、蓮が、4つありまして、でその1個の1つで、白菊と戦闘し勝利っていうので、僕はエンディング出したんですけど、あと3つあるみたいですね。で、ひなさきみゆ、みゆの分か。みゆの分が、なんだ、彼岸湖で写真を撮るか撮らないか、なんですけど、僕が多分、前回写真を撮ったと思うんですよ。だから、写真を撮らずに、今回はエンディングを進めていきたいと思います。なんで、ユーリのエンディングがあと一つ。で、レンのエンディングがあと3つで、ミユのエンディングがあと1つあるので、これを全部出していきたいと思います。はい、じゃあ、まずどっからだったっけ、あ、レンからか。レンが多分最初だったと思うんで、レンの場面まで飛びます。はいはい、とりあえずこの何ですかね、ミユのところまでちょっとやってきました。先にレンじゃなくてミユのとこでしたね。ここで、カメラを撮るか撮らないかだったみたいなんですけど、ここで僕前回カメラを撮ったみたいで、で、これでそのまま行きたいと思います。射撃撮らずに。あ、これ待っときゃいいのか。どうなんだ。こうやって行くんだ。射撃取らずに行けるんだ、やっぱり。さあ、どうなるんだ、これ。前回は、なんか、一緒に夕日見てましたけど。はい、戻ってきました。そうですね。そうですね、というか、遊魂が行われる場所。この中に誰が待っているのか。いや、俺が誰を選ぶのかということか。ヨスガは、持つ人をその主、その主と結びつけるということで。写真を選ぶか。あ、ですね。人柱として黄泉へ沈められ、今も山のどこかで、とこしえ花として、その伴侶を待っている。で、白神の神束。麻生博士の、品々の中に残されていたもの。いつも夢に出てくる少女。彼女もまたこの山に来ていた。そして少年時代の麻生先生にヨスガを渡して待っていた。俺はどちらを選べばいいのかということで。はい。じゃあ今回はですね、まあ一応一回神束ですね、にするんですけど、今回は、前回は戦って勝ったんですけど、今回はね、無防備のまま近づく。無抵抗か。無抵抗のまま近づくと、別のエンディングになるらしいです。それで合ってんのか？合ってなかったら一番最悪だぞ。これがエンディング。ずっと一人だった。このままずっとここに隠れていようか。あ、
これで、あれか。一緒にずっと、このままずっといるんだ。これ前回と一緒だな。私は他の幼猫とは違う。長くは生きられないと言われたから、誰とも友達になれなかった。一人だった。でもこれで一人じゃない。二人はずっと一緒。二人とも死ぬことはできない。ずっと。え？やっぱりダメ。私は死ぬことはできない。ずっと柱のまま。でもお前は死ね。え？ゆっくりゆっくり死ね。あの子じゃ助けてくれたのか。ゆっくり死ねって何？あれ？幼い頃に遊んだ神社はすでに廃墟になっていた。あの頃を懐かしむ者は何も残っていなかった。え？え？終わり？ちょっと待ってよ。これどういうことよ。これミユのエンディングだ。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのか。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。この辺は一緒か。私には隔離所に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。どうしてと思っていた。でももういい。いいの。あれ一緒だな。なんか違う形になるのか。嘘だ。あ、
ああ、いなくなった。いなくなりそう。ああ消えた。分かっていた。お母さんはもうこの世にはいなかった。え？私が見つけた時には消える間際の最後の残りがだけが残っていた。ああ、そういうことか。もうほぼいなかった。前回がです。僕が、水中で多分、この、なんか、花嫁を、見とったと思うんですけど、今回は、この水上で見とったら、別のエンディングが見れるらしいです。いや、もうここら辺はいいか。飛ばすか。飛ばします。あふれた！やっとやん。これは山を去っていった。ここは一緒なんだ。私も行きます。柱として黄泉の中を永遠に落ち続ける。それが私の役目。これで幽霊がここで受け止めるんだ。水中じゃなくて。あ、戻っていってる。あ、ちゃんとした巫女に戻った。巫女というか花嫁か。
あ、言った、好きだって。あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人と共に死ぬのではなく共に生きたかった。あ、ようやく呪いが解けた気がする。だから私だけで行きます、流れの果てに。あなたが私を見取ってくれた。あなたに最後の感情を託せた。あなたに会えてよかった。あれ、これ普通にさ曲流れてない？あー、ここら辺ちょっとあの何ですかね、普通に音なしになるかもしれません。映像だけです。先生戻ってきた。あ、もう少し休んだ方がいい。なんだよ、どこにも行かないって信用ないな。いいな、このエンディングすごいなんか安心した感じだ。はい、難易度がちょっとイージーになってますけどあの途中で変えました。はい、とりあえずあ、もう一回こっからか。はい、戻ってきました。今回がですね、花嫁の写真の方を、選んでいきたいと思います。さあ、あ、この子なんだ。これこの子なんだっていうか、これどっちだ、ルイちゃんではないのか。いや、え、どっち。やっと来てくれた。あ、変わった。終わってくれますか。え、触れる？触れてみようかな、じゃあ。会いたかった。
これどっちになるんだろう。一緒に箱に入って終わるのか。もう会えないと思っていた。私と終わってくれるのですね。あなたと終わるためにここに来た。好きだ。あ、姿が戻った。心を読めばそんなことはわかる。でも言ってほしかった。共に生きたかった。それが私の本当の望み。言いたかった。やっと言えた。これでもう。あ、消えていく。え、一緒に行くわけではないの？霊に戻った。よし、はい、戻ってきました。今回がですね、今回は花嫁、花嫁の写真で、今回触れずに、なんだ、射撃で撮影したいと思います。はい。じゃあ、それを進めていきます。で、開ける。いた。いたっていうか、まあ、いるんだけど。射撃で撮ったらでもどうなんだろう。一緒に終わってくれますか。ちょっと終わることはできないんだ。ごめんね。ちょ待って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 。撮った。私と別れるために来たのですね。あなたが映してくれた時、あなたは私の魂の一部まで持っていってしまった。あ、写真撮った時に？そんなことある？それが辛くて。でも嬉しかった。あの闇に戻ります。え、一人で？最後に私を取って、まあ、残して。前回も一人だったもんね。閉じてしまう。
え、この姿のまま？あ、綺麗な姿に戻ってる。待ち続けた女。え、こんな、あ、あ、違う。待ってくれてたってことか、ずっと。まあそりゃそうか。はい、戻ってきました。そうですね、これで一応全部のエンディングは出せたと思います。今回出したのが何だったっけ、ちょっと待ってください。すいません。今回出したのが何ですかね、小塚田優里の、水上で、見とるエンディングで、北条蓮で、花嫁に触れると花嫁は触れずに茶液で撮ると、あとなんだ、あ、白菊に戦闘中で白菊と戦闘中に箱の近くで無抵抗でいるっていうやつかな。 あと日向美優の、写真を撮らずにタイムアウトですね。はい、これで全部のエンディングが出せたと思うので、はい、じゃあこれで一旦動画は終了したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、あとコメント欄にコメントをくれると嬉しいです。あと、X と TikTok もやってるので、そちらもフォローしてくれると嬉しいです。はい、まあ今回これで終わりなんですけど、次またなんか出てきたので、これも次やりたいと思います。はい、じゃあこれで失礼します。さよなら。